フライデッズインサイドということで、今日はねちょっといつもと違ったこのゲームをねやっていこうと思います。少しねアップストアの方でレビューを見ていたらね、とても評価も良くてですね、僕の好きなね世界観のように思えたので、少しね単発になるかもしれませんがやっていこうと思います。なんて言うんだろうな、とにかく何の情報もない状態からねスタートするらしいんですよ。何が目的なのかっていうこともね明確にわからないままスタートになりますので、とりあえず完全初見ではありますが、皆さん一緒にね楽しんでいきましょう。はい、ということでこの少年かな、はい、ということでこれ少し見たんですが、上にスワイプするとジャンプですね。でまあこう右左にこうタップというかスワイプすることによって、行きたい方向に進めると、そして何かしらアクションを起こすときにはタップしてホールドですね、それでアクションを起こせるということですね。その3つ以外は何の情報もないという状態です。これはジャンプかなですね。これは森の中ですね。この子の名前ももちろんわかりませんし、なぜこんな場所にいるのかもわかりませんね。静寂に包まれて森の中にいる感じですが、これは越えていくのかな。はいはいはい、これトラック、バレちゃいけない感じかな。あ、これやばいの、ね、これ移動は左右だけですが、世界観というか、この奥にも人がいますね、これ。奥の方でも、ことが起きてると、全体的にいろんなことが起きてるけど、移動できるのはこの左右だけですね。はい、なんとなく分かってきました。操作性はこれで理解できたでしょう。あとはこの目的は一体何なんだろうね、これ。あそこ2人いるよね。これ絶対見つかっちゃいけないパターンでしょ。これ今の着地音でバレた感じ、これ今大丈夫、これ行っていいね。はいはいはい、これ隠れながら行かないといけないんだね。絶対この子は何かから逃げてるのかな、追ってきたりしてないよね。おお、なんか飛んでいった。さっきのトラック、これはあそこにも人が何人、犬もいるね。犬と人が2人いるのかな。この塀を越えないといけないでしょ。これか、この古い冷蔵庫のような、ここで長押しかな。はいはいはい、これでこういうことですね。でこれでジャンプでこうでしょ。はい、オッケー。おお、着地大丈夫かな。これはもうこのまま行っても平気だよね。バレてないと。でこれはもう右に進んでいくしかないので、これはもう降りていきましょう。はい、すごい、これ大丈夫、これは届かなくない？これ届かんでしょ絶対。これさっきの冷蔵庫的なだよね。これ掴めたりする？おお、はいはい、これ何なんだろう。ちょっと大丈夫これ。これ押していった方がよくない？
もしかしてさっき引っ張ってたらこれ押しつぶされてたとかあんのかな。でこれ乗るでしょ。ああこれ違うの、掴んで、でこれでもう一回ジャンプ。おオッケー、はいはい。これちょっと懐中電灯に照らされたらアウトでしょこれ。あー水に足を取られて早く進めないと。これ犬にバレてるでしょ。これジャンプしなかった、やべえやべえ。ちょっと来ないで来ないで来ないで。はい、え？え？え？という夢を見たと。はい、え、これでもバレるでしょ絶対これ。え、犬と戦えってことですか。あーあー痛い痛い痛い、戯れてる。あーいい子いい子、違うんだから。どうするの。はいはい、わかりました、わかりました。はい、どうぞ噛んでください、どうぞ私を噛んでください。わかったから、次はもう失敗しない失敗しない。今大丈夫。あ今ちょっとこれきつくないかな。積んでないか積んでないか積んでないか。何回目だろうねこれ。もう強行突破しかないでしょ。もうどう考えてもこれジャンプするしかないよ。ここでこつかん、オッケーオッケーだよね。これマジで何回やったかわかんないよこれ。ほんと結構積むね、結構積んじゃう。一難去ってまた一難ってよくある話だからさ、これもう何するにおいてもこれ疑っちゃうんだけど。大丈夫、ここ大丈夫ね。はい、と頑張ったから心休まるプレイを一瞬だけでもさせてくれないでしょうか。さっきからずっといるトラックは追いかけてるんでしょ。いや撃ってるし。はあ、あれからも逃げなきゃいけないんでしょ。これちょっともうこれもダッシュで行ってみる、いろいろ試してみよう。ダッシュできるね。ジャンプ。ああ、どっかで。どっかで隠れたいよね。この、下すぐ隠れれるんじゃない？こうやって。オッケー？はいはいはい。冴えてるよ。まあ、誰でもわかる？あ、なんか夜の森の虫の鳴き声がするけど、これめっちゃこっちにライト照らしてんだけど、え、出てきた？いや、めっちゃ降りてきてんだけど。え、どう？いやーこれ見えないね。異常ありませんか？こちらからは人影が全然見えないんですけど。行くしかないでしょ、でもこれ。ちょっと、木で見えないし。え？これ、行っちゃおうか。めっちゃ追われてる。やめて。いや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 、いや追われるの苦手だけど。いいやめてっつったけど。なんかこの2人いるんだけど、黒い服着た。なんかえ、いや、やられてばかりじゃいかん。これはこいつは撃ってこないでしょ。もう一人が撃ってくるでしょ。こけちゃうんかい俺。
やられるんかい、俺。あそこはジャンプ？ジャンプに行くじゃん。はい。これね、はい。なんか入る。やめて！なるほど。一人目から走って逃げながら、あの木にね、足引っかからない。ここジャンプね。はい。そして、二人目、車で来るやつからは、車のこのライト、バレないように、通り過ごしたところでこう行く。はいはい。ジャンプ。これで、行けるでしょ？撃つなよ。撃つなよ、お前。はい、ジャンプ。お前ら飛べるのかい。これどう？隠れる感じ？行っていい？行っちゃダメ？これもう。僕は美味しくないから。ここからですか？わかりましたよ。はい、スーパージャンプ。バラのもここ慣れちゃったから。慣れていいのかよくわからないと、ここはこうやり過ごせるから。はい、はい。行ってらっしゃい。そして、ジャンプ。じゃ、さっきは、ここジャンプね。ここももう、行くしかないでしょ、これ。逃げよう逃げよう、そのまま走ろう。めっちゃ来てんだけど、これジャンプだよね。はい。動物でも飛べないのに俺は飛べちゃう。クロール、明るい。ちょっとなんか太陽の光が嬉しいね、これ。うわ、撃つんかい。撃たれたんかい。プカーッと浮かんで違うから。え、あれ、あそこにもいるの？ちょっとこれ長くなりそうなので、第2部、またね、今度ということでやっていきましょうか。これ、いやでも楽しいかな。個人的には楽しいですね、これやっぱり。なかなかこれ、良くないですか？皆さん、よかったらぜひやってみてください。これね、無料でできるので、このところまではね、果たしてこの先僕はどうなるのか、次をね、ご期待ください。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。